キーワードに対しまして、カテナダイアリーキーワードの連想と、それからカテナ検索とキーワード検索の結果を A 卒の連想変換候補として候補リストに表示します。でさらにこの候補リストからタブを押すことで、この候補リストのキーワードからの連想語であれば、キーワード検索の結果というものが表示されるという機能になります。で、先ほどご説明をいただきいたしました、カテナダイアリーキーワード、公演検索したいときは、エンドキーを押すことで、このように、カテナダイアリーキーワードのページの内容をこう抜粋した内容を確認することができる。このようなで、少し内容的な